やっぱりその上が大きい分ちょっと足元に不安があって、成長過程で足以外、右前以外特に、そうですね、特にやっぱ右と、まあ若干左も怪しさがあるんですけど、ね、うん、まあだいぶ落ち着いてはきてるみたいで、はいはい、ほっとくとどこまでも大きくなりそうな感じもあって、そうっすね、はい、まあ、あとは本当これトレーニング開始したらその筋肉自体ももっとボリュームアップしていくと思うんで、だいぶ右良くなりましたよね、はい、やっぱりそのちゃんと運動させてあげられない分、本当教育をすごい、あ、しつけをやっぱ厳しくっていうわけじゃないですけど、まあ、こういうことができるような状態に常々したいと思ってるんで、まあ、体落ちることなかったんで、てかむしろ良くなったんでまあとはもうすぐあの向こうの厩舎が開けば移動できるんで、また向こう開いたら、そうですね、開いたらっていう感じで、ただもうその11月前までには移動するんじゃないかなとは思ってるんですけど、はい、ですね、半月ぐらい、あと半月ぐらいですね、はい、うん、